轟渓谷の成り立ち。前回は轟渓谷の成り立ちを学ぶ前編として、武蔵野台地と玉川低地が形成された歴史を学んだり、湧き水の仕組み、崖ができていく過程を学んだりしてきました。今回はどんなことを学ぶのか、そして前回見た多摩川の礫と轟渓谷で観察できる礫、そこにはどんな違いがあるのかないのか、轟渓谷の成り立ち後編スタートです。はい、轟渓谷3号凹穴にやってまいりました。先生、はい、凹穴って何でしょうか。はい、横穴と書きますけれど、この辺り一帯実は古墳がたくさんあるんですね。でその古墳を作った時代の最後の頃になると、大体もう、遺物から奈良時代と推定されてますけれど、土を盛るのではなくて、すでにある斜面に穴を掘って、で、まあ、古墳と同じような、 なんかお墓の石室とかを作って、そこに埋葬するっていう形が多くなるんですけれども、そういう意味では古墳と同じような意味のあるお墓だと思われます。そうなんですね。ではどうしてこういうところにお墓が、あるいは古墳がですね、たくさん作られたか分かりますか。はい、ここら辺の特徴だと湧き水が出るからでしょうか。そうですね、台地のへりには湧き水があって、多分それは生活に使える非常にきれいな水が湧いていたと思われますよね。それだけじゃなくて、実は台地と低地の土地の利用の仕方も関係があって、この台地のへりに轟渓谷を位置してますから、その低地の方でですね、稲作なんかが盛んになって、それで経済的に潤っていったからこそ、例えば古墳を作るとかですね、お墓を作るとかっていった、その土地のその時代の豪族たちだと思われているんですけれども、そういう経済活動というか公共事業ができたということでもあるわけですよね。だから関東ローム層のですね、先ほど見てきた地層の、武蔵野礫層の上に関東ローム層が厚く溜まっていたわけなんですけど、そのさらに上の方にこの穴が掘られているんですよね。どうしてか分かりますか。湧き水で濡れちゃうと崩れやすくなったりとか、ね、はい、もし歴史層のところとか掘っちゃったりすると水浸しになっちゃいますから、それは向いてないですよね。でさっき観察したように、関東ローム層大体乾いた感じなので、お墓を作るのには都合が良かったんじゃないかなということでもありますし、その湧き水、ある意味でその人の暮らしとこの直結していたと、湧き水とかこの地層の出来方、轟渓谷の湧き水などが関与していたことが分かります。東京の大地を作る基本的な地層がすべて見られる轟渓谷。ここで地層のおさらいをしましょう。一番下にある古い地層がおよそ130万年前にたまった砂と泥の地層である上総層群高津層。その上におよそ12万年前の東京層と呼ばれる海底に堆積した地層がたまっています。その上にはおよそ8万年前に昔の多摩川が洪水のたびに上流から運んできた砂や礫がたまってできた武蔵野礫層があります。そして8万年前以降、多摩川の流れが来なくなり、東京の台地の上には関東ローム層が一番上にたまりました。赤土とも呼ばれる関東ローム層は火山灰や黄砂などが降り積もり風化した粘土質の地層です。関東ローム層の中にはおよそ6万6千年前に噴火した箱根火山の噴出物である箱根東京軽石層もあり、マグマの中で成長した鉱物などさまざまな陸地での火山活動の証拠が含まれていたり、旧石器時代の遺跡を目にしたりすることもあります。轟渓谷は東京の大地がどんな歴史をたどったのかを知るための貴重な場所なのです。はい、先ほどからですね、だいぶ上流の方に来ましたね。環状8号線を越えて北側に来ました。はい、でここに今見えているですね、露頭といいますか崖には、先ほどだいぶ上の方に見えていた、武蔵野礫層が私の目の高さぐらいのところに出ています。でこの武蔵野礫層なんですけれども、ここに落ちている石とかを見るとですね、河原に、今の多摩川の河原に落ちている石とそっくりな石があるんですね。この武蔵野礫層というのは誰が運んできたかというと、
昔の、はい、多摩川が運んできたということが言えます、はい、で実は東京のですね、台地の下にはこの武蔵野礫層って地層は広く分布していることが分かっていまして、まあ、8万年ぐらい前にですね、あの多摩川の蛇行というか流路をあのあちこち変えるたびに、洪水を起こすたびにですね、上流から砂や礫を運んで、まあ、東京の大地の地下を敷き詰めたことが分かっています、うん、でそういうところを地下水が通って、さっきみたいに、まあ、トドロキエクみたいなところでは水が湧き出したりするんですけれど、うん、この路頭の上半分はですね、実は武蔵野礫層の次のですね、陸上で堆積する関東ローム層が、ここでは斜面の途中なのであまり厚みはないように見えますが、まあ、7、8メーターぐらいこのてっぺんまでですね、続いています。でこれはもうだから多摩川の、河原ではなくてですね、海にも来ないし川の水も来なくなって、陸化した状態で、そこで、火山灰や黄砂なんかが積もって風化して、関東ローム層が積もり続けていったということが分かります、その中でも、先ほど見ていただいたような箱根東京軽石層と6万6000年前に噴火した火山噴出物なんかが入っていることで、もうその時代には陸化していたと。だからこの、武蔵野礫層もそれより少し前のだいたい8万年ぐらい前にたまったんじゃないかなということが推定されているわけですね。うーん、こうやってあの東京の大地というのがどうやってできたかというのが、こういう地層の断面を見ることでよくわかります。轟渓谷の上流、ゴルフ橋のあたりまで来ましたね、はい、今ここに見えている地層は上総層群高津層といって、約130万年ぐらい前に海でたまった地層です。ずっと上流の方では貝化石が出たりする地層なんですよね。で見て気づいたところありますか？はい、ここもまた全体的に濡れてるように見えますけど。そうですね、濡れてるってことは何が起きてるんでしょうね。この上に礫層、湧き水が出る層がある、はい、その通りです。先ほどは東京層という、まあ、12万年ぐらい前の地層の上に武蔵野礫層が乗って、そこから水が湧いていたんですけれど、ここではだいぶ古い130万年前ぐらいの上総層群高津層という地層の上に同じ武蔵野礫層が乗っていて、さらにその上に関東ローム層が乗っています。で、あの先ほどと同じようにあの武蔵野礫層の中を通ってきた地下水がここで染み出して、この上総層群の地層の上を覆って濡らしているんですね。なるほど、はい。まあ、この上総層群という地層は東京の武蔵野大地の地下に広くありまして、まあ、基盤となってその上に礫層や、まあ、海の地層、そして関東ローム層が積もって東京の大地ができている、一番なんていうかな、ちょっと掘るとですね、出てくる硬い地層で、土台になっている地層なんですね。うん、はい、でずっと上流の方に行くと多摩川の河原にこの同じような地層が露出してて、化石も採取できますし、それが、まあ、いつ頃溜まった地層だとか、あの海で溜まった地層だとかということが分かります。轟渓谷の他にも湧き水が作る谷はあるんでしょうか？はい、そうですね、武蔵野大地 の南側のへりに沿ってあちこちで実は水が湧いて、でその水が湧くところというのは実は黒糖浸食っていうんですけれど、湧き水のところから谷が大地に向かって削り込んでいくことがたくさん起きてるんですね。で実は轟渓谷はそのうちの一つで、多摩川方向から北の大地に向かって湧き水が刻んでいった谷がどんどん進んでいって、で実はこの川上流を見ていただくとカーブしているんですけれども、もともと九品仏川っていう川が流れていた大地がですね、大地の中の川河川が黒糖浸食で削られた谷によって流れをですね、まあ、分取られてしまって、で多摩川に近い方向でショートカットして流れるようになってしまったんですね。でそうすると高度差がすごくありますので、非常に流れが速く深く、またすごい勢いで、谷の底を削っていきました。でそれが轟渓谷を作った原因だと思われています。だからまだまだこれから先轟渓谷は削り込まれていくでしょうし、その削り込んだ過程で大地の断面が見えていて、今まで見てきたような地層が観察できるというのが轟渓谷の、まあ、特徴というか非常に珍しい場所なんですね。まあ、昔の河川の跡はですね、実は東急大井町線の線路沿いの方向に九品仏の方にですね、本来流れていた谷が続いていて、で九品仏川という川になって流れているんですけど、そちらの方にはもう水があまりいかないので小さな川になってしまっていますが、この矢沢川が昔は線路沿いの方向、東西方向に流れていたということが推定できます。
なるほど、地層や地形を見るということは地球の歴史をたどるということなんですね。そうですね、はい、東京都市大学からこんなに近いところにですね、豊かな自然があって、そして地球の秘密が垣間見えるというのはとても素晴らしいことだと思います。ぜひ皆さんも自分の目で見に来ていただいて観察していただけたらいいなと思います。はい、東京23区唯一の渓谷、等々力渓谷、東京層、武蔵野暦層、箱根、東京軽石層、関東ローム層といった東京を形成する武蔵野大地の地層断面、そして天然の湧き水を観察できる貴重な場所です。段丘街からの湧き水は丸子川や矢沢川を水路として川の水の一部として加わったり、大地の縁を流れる河川を作ったりして、最終的に南側に位置する多摩川に流れ込んでいます。よって水の浸食は現在も続いています。将来の等々力渓谷はどのような形になっていくのでしょうか。